ラジオリーダーズ、はじめまして、小林作家です。今日からこのラジオリーダーズを担当することになりました。私は大学まで東京で過ごして、卒業後愛媛県と神奈川県でテレビ局のアナウンサーを務めていました。花が咲くの咲くに夏と書いて作家と、これ本名なんですけれども、夏に咲くということで縁起がいいと、よく高校野球の取材に行くと喜ばれました。今後この番組ではいろいろな方にお会いして、話に花を咲かせるのがとっても楽しみです。さあ、この番組は地方創生地域活性化を担う日本全国で活躍する各界のリーダー、若き起業家など今の時代のビジネスパーソンをゲストにお招きして、さまざまなお話を伺います。ゲストの皆さんの仕事術や人生のターニングポイント、苦労や成功の秘訣などのお話はきっと私たちの人生のヒントになるはずです。この番組はミュージックバードプレゼントステーションと連携しています。さまざまな豪華商品が当たるミュージックバードプレゼントステーションでは、パシーマキルトケットをプレゼント。こちらは先月出演していただいた架橋幸三さんからのプレゼントです。健康寝具パシーマは余分なものは一切使わないで、医療用純度の脱脂綿とガーゼで作った寝具で、夏は汗を吸って涼しく、冬は暖かでオールシーズン使えます。赤ちゃんが舐めても安心で、ホコリも立ちにくく、アレルギーの方も安心して使えます。また寝つきがいい、リラックスして眠れるなどのエビデンスもあり、睡眠に満足されていない方にもおすすめです。その他、ラジオリーダーズに出演いただいたゲストからのプレゼントが続々と登場しますので、ぜひチェックしてみてください。欲しいという方は今すぐスマホやパソコンからミュージックバードプレゼントステーションのホームページで LINE 登録してご応募ください。まだ登録していないという方、まずはミュージックバードプレゼントステーションで検索してください。さあ、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているラジオリーダーズ、この後早速ゲストが登場します。今日も最後までお付き合いください。ラジオリーダーズ、自らが優れた模範となって周りの人に刺激を与えてくれるリーダー、そんな日本のリーダーをお迎えしてお送りするリーダーズボイス。このコーナーでは毎回多種多様な職業の方にお話を伺っていきます。今週のゲストは株式会社ライトアップ代表取締役社長の白石隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは私の方からプロフィール、簡単ではございますがご紹介させていただきますね。白石隆さんは茨城県ひたちなか市生まれ、1997年筑波大学卒業後 NTT に入社、その後サイバーエージェントにコンテンツ事業の立ち上げ責任者として誘われ転職、1年後にコンテンツ事業メンバーとともにライトアップを設立し、2018年には東証グロース市場に新規上場されています。ということで、まずは白石さんの会社ライトアップ、どのような会社なんでしょうか。うちは全国すべての中小企業を黒字にするっていう、こうビジョンを掲げてまして、はい、特にこう頑張ってるんだけどなかなか利益が出ないっていう赤字の中小企業さんをしっかりと経営支援して黒字に持っていこうっていう、そういったことをメインにビジネスやっています。なんでざっくり言うと、新規事業にチャレンジしたいっていう会社さんがいらっしゃったら、まあ例えば国がいろんなこう支援制度、補助金とか助成金とか、そういう支援制度を3000種類ぐらい年間で出してますんで、そういったまあ補助金の活用のアドバイスをさせていただいたり、でお金の溝がついたら新しいサービスを開発するお手伝いをしたり、あとは出来上がったサービスを最後うちが代わりに売るっていうところまで、お金を集めて作るお手伝いをして売るところまでっていう、そういったところですね、毎年5000社ぐらいご支援するっていう、そういう会社になってます。でも本当にトータルサポートという感じなんですね。そうですね、もうたくさんの会社やってるので、本当にこう毎日何十社と
お申し込みいただきながら、それをもう、まあ、150人ぐらいのスタッフと、あとは社外に300人ぐらいのパートナーがいるんですけれども、うん、そういった450人ぐらいのメンバーでもバタバタと全国の企業をもうご支援してるっていう、まあ、結構ですね、本当せわしい一日でっていうなんかそんなようなこう日々を過ごしてます。ですね、本当にさまざまなことを手掛けられているライトアップなんですけれども、その会社の事業内容についてはまた後ほど詳しくお話しいただくといたしまして、まずはですね、白石さんがこの事業に行き着くまでのヒストリーをぜひお伺いできればと思います。茨城県ひたちなか市生まれということなんですが、子どもの時はどんなお子さんでしたか？結構ですね、地味な子だったんですね。おとなしめの、やっぱり創業上場社長っていうまあ、知り合いも週にこう100人、はい、200人ぐらいいますけど、みんなこうリーダーシップを取るような、なんかこう積極的にいく子供のイメージがありますけれども、そうではない、イケイケのやっぱりこう方なんかやっぱ多いんですけど、行動力のある方なんかもどちらかというとこう鍵っ子一人っ子だったので、おとなしめな感じでしたね。ただ学校に行くとやっぱり友達がいる、家にいると誰もいないんで、学校に行くと逆に友達がいて、たくさんこう喋るようなっていう、はい、なのでこう3学期の学級委員長をやることが多かったです。3学期なんですね。あ、1学期2学期は様子見、1学期はドッジボール強い子じゃないですか。そうですか。で2学期は大体頭のいい子が学級委員長で、3学期はどうするっていうので、はい、3,4 人ぐらいいろいろ名前が出て、はい、なるかならないかみたいな投票で6票ぐらい入ると学級委員長になるみたいな、そういう3学期の学級委員長なので多少やっぱりアクティブさはあったにせよ、そんなに人前に出てガンガン何かリーダーシップを取るような、そういうふうな子供では全然なかったなっていうのは振り返って思います。そうなんですね。じゃあこう子供の頃に何かこう熱中したこととか、こんなこと好きだったなっていうことって何かあります？本当に、ね、他の子供と同じなんですけど、ちょっと個性的だったっていうのは、私将棋がなぜか結構強くて、将棋初段なんですけれど、そうなんですね。で小学校 2,3 年生ぐらいの時に近所のお兄さんに教えてもらって、これ面白いなと思って父親とやり始めたら、 2,3 ヶ月で私の方が強くなっちゃったんで、父親もやってくれなくなっちゃったんですよ。で雨の日とか遊ぶ友達がいないと一人で将棋盤を並べて、架空の相手と一人で、家で一人でですね、将棋を指してると。でも面白いもんで、絶対に自分の方が強くなるんですよ。勝ちそうになるんで、勝ちそうになるとくるっと将棋盤を回転させて、はい、弱い方を自分が担当して、まあ相手いないんですけど、はい、それでまた将棋を指すと、また今度逆転し始めるんですよ。でまた逆転、勝ちそうになるとくるっと盤を回してっていうのを、なんか延々と雨の日とか家でやってましたよね。ちょっと旗から見るとどうしたんだろうっていう感じなんですけれど、なんかそういうこう一人でなんかこう遊ぶというか、一、うんうん、人で架空の相手を設定して、うん、それで将棋を指すみたいな、そういうのはもしかしたら今の起業につながってるかもしれませんね。でもこうトライエラーじゃないですけど、それを一人でできるという、なるほどっていう、だからうちのサービスっていうのは競合がほとんどいないユニークなサービスを自社で開発して自社で広めるってことをやってるんですけれど、多分こう一人で架空の相手と一緒にディスカッションしながらやるみたいなのが、もしかしたらですけど、その将棋盤を一人で囲って架空の相手と対戦してるっていうのが生きてるのかもしれませんね。そこがつながってるのかもしれないですね。と信じて明日からも頑張りますそうなんですね。でそのまま、まあ、小学校中学校高校と、そしてで大学では筑波大学に入学されたということで、そうです、そこで心理学を専攻しました、はい、なぜ心理学だったんですか？やっぱり一人っ子で、はい、人とのコミュニケーションとか距離感って難しいなってなんか子供の頃から思ってたんですよ。なので自然とこう心理学勉強してみたいっていう風になったのかもしれませんね、はい、なんで友達がこう卒業論文のテーマ、いろんなものをこうテーマで挙げるんですけど、みんな自分のコンプレックスを出すんですよ。例えば、はい、人に物事をこう依頼するのが苦手だっていう人は、人に依頼する時の心理とかっていうのをテーマで卒論書いてたりしたんですよ。なんか面白いなっていう、なんで私もこう人との距離感が子供の頃なかなか一人っ子ってこうそういうトレーニングができないので、だからそれで自然と心理学に興味持ったのかもしれないですね。なんで大学では心理学の中でもコンピューターコミュニケーションっていうのを専門で扱ってまして、こうやって今日は収録は対面で収録してますけど、対面で人とディスカッションする、
あとは例えばコンピューターでチャットでディスカッションする、はい、そうすると結論が変わったりするんですよ。それをなんか実験でパソコン4台つなげてディスカッションしてみて、結果がどうなるのかみたいなのを対面とチャットで比較したみたいな、そんなことをやってました。97年の時ですね。面白いですね。その頃ってもうパソコンって結構もう世に出回っていた頃でした。ですね、クラスメートが卒業間際にいろいろ買い始めるみたいな、ちょうど Windows95 が発売されたのが私が入学してちょっとぐらいの時だったので、で卒業する時にはこうみんな大急ぎで電子メールアドレスをちゃんと持ってで卒業してからもやり取りし合おうねみたいなっていう、そんな風になりましたね。なので今スマホとかで、まあ、メールはもとより LINE だったりとか、はい、インスタだったり Facebook だったりとかいろいろあるんで、なんかちょっと羨ましいなって思います。今はねもう本当に多岐にわたってますよね。そうですよね、うん、じゃあもう大学の時にはこのパソコン関係、まあ、情報の分野にこう行くんだってなんとなくそういう風に出来上がっていったんですかね、気持ちが。そうですね、本当今の仕事とつながってるっていう体験があるんですけど、うん、授業で電子メールを教えてもらったんですよ、はい、それを使ってみたらこれすごいと、ただで手紙が送れると。まあ送る相手は毎日学校の授業で会ってる友達とかなんですけど、はい、家でメールを書くとメール届いたよって、翌日みたいな、そんなやり取りで、でも地球の裏側でも一瞬にして届くわけじゃないですか。そうですよね。そしたらホームページっていうのがあると、情報発信もタダでできると、これは革命だなと、で私その時にはこう心理学の実験みたいなものをホームページに勝手に、まあ、自分で面白真面目にコラムとして掲載をして、それを月に 1,2 回ぐらいアップしてたんですけど、そしたらですね、全国の人から面白いと、次はいつ更新するんだって連絡が来るようになって。すごいですね、一学生が書いたコラムが。そうです、その時あんまりホームページがなかったので目立ったんだと思うんですよね、でじゃあ更新したらメールで送るのでメールアドレス教えてくださいって。そしたら1週間で200人ぐらい集まって、すごい。でそれがですね、メールマガジンっていう言葉ができて、マグマグっていうサービスが出るんですけど、はい、そのマグマグに登録したら最終的に何年か経って6万人まで増えたんですよ、そう、それが日本で、まあ、当時3番目ぐらいだったんですが、そう、それでこれ面白いなと、でそのインターネットを一生の仕事にしたいなと、そこで面白い企画とかをいっぱい考えて実行に移してみたいっていうふうに考えたっていう、それがその後後に、まあ、NTT に就職するってところにつながってくるんですよ、なんで NTT 選んだのはテレビ CM でマルチメディアを形にする NTT っていうのが流れていて、NTT に行けばインターネットできるんだって本当にその CM のその一言だけで、はい、NTT を受けて受かったんで入社したっていう。もう直感だったんですか。直感というか、もうインターネットはもう NTT しか当時、仕事ができないんじゃないかなと、CM で流してるの NTT だけだったので直感というかもうそれを見て、はい、あ NTT しかないんだって言って NTT に入ったって、入ってしまうのもすごいですけれどもね。はあ、じゃあそうやってこう NTT に就職されて、 NTT ではどのようなお仕事をされていたんですか。上野支店法人営業部っていうところに配属されて、で15社のお客さんに対してもう電話回線とかビジネスフォンとか、あとはホームページとか作りませんかみたいな、そんなような営業を日々するっていう、そういうような内容でした。なるほど。そして NTT で働かれた後に2001年に株式会社サイバーエージェントに入社されるんですよね。これはヘッドハンティングか何か。ですね、これNTT の最後4年目かな、はい、インターネットプロバイダーのプララっていう子会社に出向になって、そこのコンテンツ企画の担当にしてもらったんですよ、まあ、女性向けのポータルサイトを作れとかね、はい、そういうようなのがあって、一人で、あ、分かりました作りますっていう、今考えるとよくそういう仕事を、まあ、若手に一人でたった一人で任せたなと思うんですけど、そういうのがありまして、その時に、まあ、一社ではできないのでどっかの会社と提携して、あ、じゃあメールマガジンをまず出した方がいいなというので、サイバーエージェントに提携しませんかってメールを送ったんですよ。でプララの白石ですってメールを送ったら、あの心理学の白石さんですよねって返ってきたんです。そこつながるんですか。で私その時までインターネット界隈で自分が、まあ多少ですけどね、有名だってことに気づかなかったんですよ。全く知らなくて、なんで NTT 時代も、まあ
やっぱり NTT って大企業なので残業もしちゃいけないので、うん、あんまりにも時間に余裕があったので大学院通ってみたりとか、筑波大学の大学院近くにあったんで、うん、はい、通ってみたりとかいろいろやってたんですけど、はい、まだ心理学のコラムも連載してたんですよ、いくつかの媒体で。あの例えば一番大きいのは今のマイナビさんのトップページとかに木曜日のコラム担当だったんですけど、そうなんですか、ずっと 2,3 年ぐらいあの連載したんですよね。でそれで連載したコラムを許可取ってメルマガでも自社の会員、自分の会員6万人に流していたと。それでサイバーエージェントさんもそれを知っていて、でコンテンツ部門を立ち上げるんで、もしよかったらうちでその担当になりませんかって、その打ち合わせが終わった後焼肉食べに行きましょうって役員の方から言われて、ああいいですよって、ありがとうございますって言って焼肉食べに行って、白石さん今焼肉お肉食べましたよねって言われて、あ美味しくいただきましたって、じゃあいつからうちに来ますってお、そういうルールだったんだと。昔はね、なんかそういうのもあったなんていう話をちらほら、お肉を食べたら定食だとで私もまあやっぱり嬉しいですし、はい、すぐに自分のやりたいことが、うん、あとまあ向いていることがね、多分向いてるんじゃないかなと思っていたので、はい、うんうん、あのインターネットのコンテンツ企画制作みたいな向いていることができるんだったら、まあこれは転職してみようかなというので、まあ、焼肉をおごってもらい、まあ、1週間ぐらい考えてじゃあお世話になりますということで、それが2000年の終わりぐらいですね、うん、で2001年の初めにサイバーエージェントに、はい、あの転職したっていう。でも学生時代からそうやってやっていたことがずっとこう見てくれてた人がいたっていうのはちょっと嬉しいことですよね。そうですね。なのでこう学生時代好きだったことをそのまんま NTT で入社し、その後サイバーエージェントでもやり、そしてまあ起業、今でもやりたいことをそのままやってるんで、学生時代のやりたいことが本当にですね、まああの提供ないよって意味では変わってるのかもしれませんけど、はい、やりたいことをそのままやってるっていう思いが一貫してるっていうのでは珍しいタイプだと思います。ね、みんなこう何やりたいのかわからないとか、自分のやりたいことをどこの会社で生かしていいかわからないっていう人も多いじゃないですか。まあ、そんな中でこうやりたいことを一貫してずっと学生時代からできていて、それがお仕事になってる形になってるっていうのは素敵ですよね。本当にね、あの幸運だったと思いますね。やっぱり当時インターネットって出来たてだったので、今からすればすごい簡単だったんですよ。うん、今 Web3 じゃないですか、 Web1 ですからね1の手前ぐらい、 0.3 ぐらいの時代だったんで、本当にあの学生が一人で独学でも、あの本読んで覚えて、でそれですぐにですね、あのまあ、実践に使えるようなっていう、なんでインターネットが簡単だった時にすごく興味を持って、純粋に面白いっていう気持ちでやってたら今につながったっていう、なんで本当簡単だった時に興味持ててでほんの少しねこう一歩踏み出せたっていうところが、あの幸運だったなっていうふうに思います。やっぱりこう自分が楽しいと思うこと、これ好きだなと思うことをやり続けるっていうのがとても大切なことかもしれないですね。そうですね、まあ、あの仕事するなら好きなこと楽しいこと、まあ、仕事を楽しくするにはやっぱり何かしらあの好きっていう要素が混ざってる方がいいんじゃないかなとは思います。そうですよね、まあ、もちろん仕事すごい大変ですけどね。いや、もちろんもちろん、どんな仕事もそうですけどね、はい、まあ、そのようにしてサイバーエージェントに、まあ、ヘッドハンティングのような形で入社されました。ただ NTT とこのサイバーエージェントではやっぱりこの会社の雰囲気ですとか仕事内容っていうのもだいぶ違ったのかなと思うんですけれども、そのあたりいかがですか。いや、もう何もかも違うっていうぐらい文化が違いましたね。そうですか。例えばどんなことですか。例えば私、まあ、25、6ぐらいでまあ転職決意して年明けに転職したわけですけど、まあ若いじゃないですか、はい、上司がさらに2つ下なんですよね。で20いくつだったの、4歳ぐらいっていう。でどんなことを今までされてきたんですかって聞いたら、はい、例えばサイバーエージェントコリアを立ち上げたりとか、新規事業を3つぐらい立ち上げたりっていう、社内では立ち上げ屋って呼ばれてるんですって。ってびっくりするわけですよ。2つ下っていうのは、私が NTT の時にリクルーターをやって採用した年代なんですよね、うんうん、採用した学生の年代なので、はい、いやこれは参ったなと。だ本当その時に年齢とかそういったものは全然関係なく、単なる実力主義でビジネスっていうのは回っていくんだなっていう。ですから若ければいい、年を取ってるからいい、もう何も関係ないんですよね。だからしっかりと年齢を重ねていけば年齢通り尊重されるべきだし、やっぱりちょっとでもサボっちゃうと一つ下二つ下にどんどん抜かれてしまうんで、
まあやっぱりこうサボらずにですね、日々一生懸命仕事をしながら毎日何かしらノウハウを一つずつこう積み上げて自分のものにしていくっていう、それはね今でもすごく意識して、まあ今40代ですけど、すごく意識して今日何を学ぶかみたいなのは考えたりしてますね。でも今その2つ下の上司っていうのは今でもですね年に1回ぐらい会って、普通に友人付き合いさせていただいて、ご飯を食べたりしながらって仲はいいんですけれど、いや本当ね、こう、まあ、今となっては2歳の差って関係ないですけど、みんな40代のおじさんになっちゃいましたんで、はい、ただまあそういうこう年齢を武器にするっていうのは、うん、1日1個ずつちっちゃいことでも何かしらこうノウハウ、これ今日学んだなっていうのを日記に書けるぐらい、やっぱりこう記憶に残しておくっていうのが重要だと思います。日々の積み重ねなんですね、まあ、そのようにして入ったサイバーエージェント、ただ1年で退職されるんですね。ここには何か理由があったんですか？いやこれね、本当ね、いやおなく起業みたいな流れになっちゃったんですよ、これ当時、まあ、私コンテンツ部門の責任者で、だいたい20人ぐらいの部署ですかね、を回してたんですけど、すごい楽しかったんですよ、ただ当時こう結構有名なファンドがサイバーエージェントを買収しようとしたと、で買収されないように広告営業に力を入れる、売り上げを2倍にするぞと。なのでコンテンツの企画制作はやっぱりグロス売上の額は小さいので広告に比べると、なのでそんなに力を入れないって当時の子会社の社長から言われまして、これは困ったなと。そうなんですよね、はい、でそしたら私の、まあ、下についてた部下の女の子が毎日毎日言うんですよ、白石さん会社辞めないんですか、会社辞めないんですかって。俺会社辞めた方がいいのかなって。いや当たり前じゃないですかって、早く会社辞めて起業してくださいって、はい、私たちついていきますからって。で1ヶ月ぐらいそんなこと言われちゃうとやっぱり人ってその気になっちゃうんですよね。そうか、俺起業するのかって、確かに、まあ、かっこいいっちゃかっこいいよなと、頑張ってみるかというので起業決意して、はい、まあ、一番やめろって毎日言ってた女の子 と、はい、まあ、結局ついてきたのが何人かの子がついてくれて、その部署の数人ぐらいの人と独立をしたっていう。なんで円満に退職したので、まあ、サイバーエージェントさんもそういう事情もあったので、円満に退職したので起業してからですね5年ぐらいは売上の半分近くはサイバーエージェントさんからいろいろ新しい新規事業立ち上げたいって言ったらうちに発注いただいて、ああ下請けとして、そうですそうです、なんですごい助かりました。なんで例えばアメブロなんか有名ですけど、アメブロの立ち上げなんかもうちの方で立ち上げて 3,4 年ぐらいはいろいろと案件をこう発注いただいたっていう、だすごいねサイバーエージェントさんには今でも感謝してます。なるほど、そうやってまあ起業するわけですけれども、そのライトアップの詳しい事業内容につきましては後半に詳しく伺ってまいります。白石崇さん、この後もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。
ラジオリーダーズ、リーダーズボイス。今週は株式会社ライトアップ代表取締役社長の白石隆さんにお話を伺っています。改めましてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。白石さんは起業されて2002年にライトアップを設立されました。あのホームページを拝見すると、まず全国すべての中小企業を黒字にするという文字が目に飛び込んできますけれども、これが会社の理念ということなんですね。そうですね、もともとはですね、私があのメールマガジンとかそういったものを書くっていう仕事を前職から引き継いでいたので、あの企業のメールマガとかメールニュースを代わりに書くみたいな、そういったのが主力だったんですよ。でそっからあのメールマガジンに載せるコラムをホームページにも載せましょうということでブログ、でブロガーさん、そうするとブロガーさんがたくさん集まってきたんでバズマーケティングって、 そっからみたいな感じで、当初はマーケティング支援みたいなことが多かったんですよね。ただそっからいろいろとこう紆余曲折やる中で、なんで大手企業も中小企業もそういうメルマガとかホームページとかにお金をかけるんだろうと、それは売上を上げて利益を確保して会社を継続させるためだっていう、やっぱりまあそこに至って、その経営コンサルみたいな機能を持たないといけないかなと、まあ、経営支援につながるようなインターネット活用を提案できるようにしないといけないんじゃないかと。あともう一つは、全国の企業の 70% が赤字なんですよ。そんなに多いんですか？そうです、350万社ぐらい今日本に会社はあるんですけど、まあ、300万社近くが赤字だと。そういった会社をインターネット IT の力を使ってやっぱり黒字に変えていかないと、日本はこれはまずいことになるんじゃないかって、まあ、やっぱり経済といいますかね、世の中に詳しくなればなるほど自然とそういうような、まあ、大義名分といいますか、社会的な課題をやっぱりこう解決していきたいなっていうふうに思うようになったので、それで今のビジョン、全国すべての中小企業を黒字にする、そのために新しい IT サービスを作って売る、そういう会社になるんだっていうところにたどり着いたんです。やっぱりそのいろんな企業があって、まあ、その赤字になっている理由もまあそれぞれだとは思うんですけれども、やっぱりその黒字化のポイントっていうのは IT 化っていうのは大きいんですか？これはね、あると思うんですよ。まあ、本当にね、会社の数だけいろんな悩み事があるといえばあるんですけど、例えばあの料理とかってされます？料理します。ですよね、はい。まあ、そうですね、私もちょっとはしますけれど、はい、多分料理もいろんな食材がある中で、ただ煮たり焼いたりなんだりとか味付けとかの基本的な作業、はい、ノウハウってなんかこう共通点あると思うんですよね、はい、上手に煮る方法とか上手に焼く方法、野菜とか食材が変わっても同じような共通点あると思うんですよ。企業もあの事業をするのは同じようなことだと思うんですよ。いろんな食材テーマがあるんだけれど、しっかりと例えば IT を使ってこんな風に営業管理していけば営業効率って上がるし、こんな風に開発していけばサービスの開発効率も上がっていくみたいな、そういったような、まあ、中小企業、どんな中小企業でも活用できるような骨太なノウハウを5つぐらい、 IT っていうキーワードで5つぐらいのノウハウをしっかりと固めて、それをですね、全国の経営者さんにお届けするっていう、そういうようなことをやっています。なので特に赤字の企業さんだったら、例えば顧客、お客さんと交換した名刺をデータベース化していないと、もう紙のまんま管理してるなんてことはやっぱりすごく多いんですよね。でもこう、この5年間10年間一生懸命交換した名刺をデータベース化して、で例えばたまにメールを送る、メールを開いた人は5点プラス、クリックした人は20点プラスみたいなスコアリングしておく。そうすれば自分が新しいサービスを作った時にスコアが高い、要はいつもメールを読んでくれている方だけにちょっとあの電話をしてみようかななんて、はい、そんなことが実はすぐにできたりするわけですよ。こういうような解決施策、これをですね、それぞれの営業場面とか開発場面に応じてご提案するっていう、これをですね、日々あのいろんなこう側面で360度の視点から
今月はこれを案内してみよう、今月はこれを案内してみようみたいな形でご提案してます。確かにそういうデータベース化していないと、こう自分がこう関係を持っている顧客お客さんでも、こう どの人がどうなんだろうっていう、その関係値もちょっとわからない、自分で把握できてないっていう会社もしかしたら多いのかもしれないですね。いや本当そうだと思います。人って大体顔と名前記憶できるのって2000人ぐらいなんですよ。ですから、ね、1ヶ月で例えば100人の人と名刺交換したら2年間でもう記憶がもうリセットされちゃうわけですよ。もったいないですよね。もったいないです。でこれが社員10人20人となったら、かける10倍20倍ですから、それをやるだけでも売上とかって 10% ぐらい変わってきますし、利益で言ったらきっと2倍ぐらい変わるかもしれませんね。やっぱりこう見える化しておくっていうのはとっても大切なんですね。そうです。なので中小企業庁のデータだと、業務を IT 化すると経常利益は 1.46 倍に増えるっていうデータが出てるんですよ。ですから、まあ、上手な IT 化っていうのは重要なんですけど、IT 化しても使いこなさないといけないですけど、ただまずやっぱり IT 化、とりあえず経営者は時間に余裕がある限り IT 化にチャレンジするっていうのは、これものすごく重要なことだと思います。そんなライトアップの事業の一つが補助金助成金の活用支援ということで、これはどのようにして生まれたんでしょうか。そうですね、さっき の IT 化、はい、これのですねネックっていうのが2つで、これ中小企業庁のアンケートに出てるんですけど、はい、1つはお金がない。まあ、もっともですよ ね、効果が上がるか分かんないものにお金をかけるって、特に赤字だときついですよね。そうですね。あともう1つは人いない、人がいないんでもう何が何だか何やっていいかわからない、導入しても運用できるかも不安だっていう、お金と人なんですよ。なのでまずお金がないと人も雇えないので、お金の支援をしようと、という、でそんな時に昔ですね、うち月額9800円の SEO サービスっていうものを開発して世の中に提供して、これ累計3万件ぐらい売れる大ヒットになったんですけど、それが月末に請求書出すと、9800円の請求書出すと 53% の方が振り込んでくれないんですよ。半分以上、はい、それで、あ、すいません振り込んでもらえますかって、まあもちろんその半分は、あ、忘れてた今バタバタしててっていう忙しさなんですけど、残り半分は、いや今月お金がなくて振り込めないんだよって、おーそうですかみたいな、はい、っていう、あ、本当にお金がないんだなって、っていう、でも御社ってでもどうしてるんですかって、いろいろそれでうちの担当が電話なんかでいろいろ聞くんですよ。いや今お金がないから、でも新しい新規サービス作んないともう自利品だから、今補助金とか使いたいと思ってるんだよねって、国からお金もらってチャレンジしようかと、ライトアップさんそういう支援とかやってないのって、っていうふうにお客さんから聞かれたんですよ。はい、なるほど補助金ですか、ちょっと調べてみますって、で調べてみたら年間で3000種類国や自治体から補助金で出てるんですよ。そんなに種類があるんですか。1日10個出てるんですよね。そうで、もちろん全部使えるかって言ったら該当するのは多分100個ぐらいじゃないかと思うんですけど、はい、それでも100個ぐらいどんな会社でも使えるんですよ。結構手厚いんですね。そうです。いやもう本当、今私も経済産業省の補助金助成金を作るようなこう有識者会議のメンバーに、まあ、たまに呼んでもらって、それで会議でこういうのこういうふうな補助金作ったらいいですよとか、っていうふうに意見をお伝えしたりもしてるんですけれど、やっぱりその中のメンバーの方のお一人でも、日本という国は中小企業に対して世界で一番手厚く支援してる国の一つだっていうふうにおっしゃられてる有識者の方なんかもいらっしゃいますよ。なんで本当にですねしっかりとした支援をしてるんですよ。ただやっぱりいくつか問題があって、そういった補助金助成金なんかも、例えば事業計画書を作んないと審査に出せないんですよ。でも忙しい中小企業の方、特に赤字の会社さんだったら、なかなか事業計画書書いたこともないし書いてる時間もないわけですよね。もうちょっと手前から言えば、どんな補助金があるか3000種類から調べるっていう、これも大変です。そうですよね、それだけ種類があるのはいいですけど、どれを選んでどれが当てはまるのかっていうのを見つけるのが本当にそうです、 ですよね。ですから、まあそういう選ぶところからもご支援しないといけないなっていう、それで補助金助成金のデータベースを作って、全自動の診断システムなんかも作ったんですよ。
ああ、じゃあこう必要なことを入力していけば、その会社がどういった補助金助成金を受けられる可能性があるかっていうのをマッチしてくれるってことですか？そういうことなんです。なので今うちの方で、はい、提供しているサービスの名前だけで言ってしまうと、まず3000種類の補助金助成金を検索できる J サーチっていうサービスがあり、はいはい、でもそれでいっぱい出てきちゃうんで、わけわかんないんですよ、うん。でも3000種類から100個ぐらい出てくるとワクワクするじゃないですか。よし、じゃあ実際にもっと絞り込んでみるぞっていう時には J システムっていうシステムで100個から7つに絞り込むんですよ。さらに絞り込まれる、はい、で出てきた7つになると、はい、あ、やってみたいと思って相談ボタンが押せるんですね。申請したいですっていうボタンを押すと、はい、でこれが毎月多い時だと 2,3000 件毎月うちにコンサル依頼が全国から届くんですよ。J システムから補助金申請したいっていう相談依頼が、はい、でこれはですね結構ヒットしていて、今1000社ぐらいが導入してるんですけど、例えば渋谷区さんとか港区さんなんかも入れてますし、自治体も入ってるんですよ。奄美大島の瀬戸内町とか青森県の五戸町とかっていう小さい町とか村なんかも入れていただいてます、はい、すごいカバー率ですね。そうです。あと生命保険会社さんとか大手なんかも入っていただいてるんですけど、そこから合計数千社コンサル依頼が来ると。でそっから先は人かける DX ツールになるんですけど、まあ人が受け付けないと全自動ではできない。もしかしたら1年後はチャット GPT とかになるかもしれませんけど、はい、今流行りの、はい、そうですね。ただやっぱりそこは人が対応しないと間違っちゃいますんで、まあうちのコンサルタントが受ける、これを J コンサルティングっていう J コンサルという名前で呼んでるんですけど、徹底的に DX を活用したコンサルサービスっていう、まあここはもう半分人半分ツールっていう形で、できるだけ安価にスピーディーにクオリティ高くコンサルティングをするっていう、で相手の悩みを聞いて補助金の申請なんかの事業計画書も、それこそ今度 AI を使って事業計画書の作成支援サービスも今作ってるんですけど、はい、まあお客さんと一緒にうちのコンサルタントが AI を使って事業計画書、最高の事業計画書を形にするっていうサービスを用意してるんですよ。なので IT を使ってるので格安でハイクオリティの事業計画書を経営者さんと一緒に作っていくと、はい、でその事業計画書が出来上がったら、今度はどんな経費を使ったらいいか、例えばシステム開発とか、例えば広告費なんかも出てくるわけなんですけど、そういったものなんかをずらーっと並んでる EC サイトを作ったんですよ、はい、これが J サースストアっていう、そこにですね今200個ぐらいのサービスで、はい、1000個ぐらいのサービスを載せたいんですけど、はい、例えば iPad も載ってます。 iPad、 多分 iPad お持ちですか？はい、持ってます。例えば iPad を会社で買うんだったら、はい、まあ、1台7万円ぐらいなんですけど、はい、7割引きです。これはとある自治体の助成金を使うと7割引きなんですよ。そんな助成金があるんですか？あります。なんでこれ東京都の助成金なんですけど、10台70万が20数万円で買えるんですよ。1台2万ちょっとで、はあ、それはもう利用しない手はないですね。そうです。これ営業マン全員に持たせたら、はい、営業力上がりますよね。うん、そこで資料を見せられたり商品のデモ動画載せといたりっていう、はい、そういったことまでできちゃうんですよ。もちろんシステム開発も7割引きですし、例えば広告出稿も7割引き、はい、例えばこちらのラジオのラジオ広告の出稿費用なんかも補助金の審査通れば7割引きです、はい、これ嘘のような本当の話です。すごい、いろいろ広がりますね。そうです。カフェの改装費用、内装工事費用1000万も7割引き、300万でできます。EC サイト構築も7割引きで、これは構築システム開発までうちの方で提供してるんですけど、はい、これ大ヒットしてますね。やっぱり全国の、例えばじゃあの居酒屋が地方の名産品を、例えば居酒屋でメニューで提供してます、はい、でもさらに売り上げ上げるには、うん、それを冷凍パックにして全国で売りますとかっていいじゃないですか。うん、この間宮崎に支社を作ったんですけど、はい、宮崎地鶏すごい美味しかったんですよね。うん、あれを冷凍パックにして EC で売ったらいいと思うんですよ。例えばそういう、こうコロナでオンライン対応、全国の企業とか個人がオンラインにで打ち合わせとかっていうのにより一層なんか身近に感じるようになりましたんで、はい、地元の飲食店、宮崎の地鶏を売ってる飲食店が EC で全国にそれをね、新鮮なうちに急速冷凍して EC で売っていくなんていう、うん、そんなビジネスなんかも7割引きでできるようになったわけですよね。夢が広がりますね。そうです。そういったことを一気通貫で、
まあ、うちのコンサルタントがお客さんとワイワイ盛り上がりながらだったらお金引っ張ってきます、一緒に作りましょう、そしてうちもなんだったら営業のお手伝いしますよっていう、売るところまでお手伝いできるんだったらもううちもやりますよっていう、でちょっとずつもう成果報酬でいいのでお金をくださいってっていう、あの手付けでもらうお金は最低限でちょっとずつ成果報酬で売ったら営業マージンくださいみたいな、そういう形でお金をもらって全国の5000社の支援先と、まあ、そういう会社さんとこうなんていうのじゃない、伴走しながら、もうその会社さんとね、もう収益をこう共有化するような感じで一緒になって二人三脚でやるような、なんか本当そんなような、ね、会社になってます。でもそういうお客さんのこう小さな声というか、こう一つ一つのニーズをこう拾っていったら、こう今のような形になってどんどん広がっていったっていうことなんですね。そうなんです、なので今はこう補助金助成金の申請支援というところが、はい、結構あの数千社っていう単位で月間問い合わせいただいて、はい、で何百社も月間受けて対応してるので、まあかなりそこがですね注目される、そこでライトアップという会社を知ったっていう方も多いんですけれど、はい、ただ単に補助金申請して終わりじゃないと思うんですよ。それって単なるスタートラインに立ったっていうことですんで、まあ1年後に国から2000万3000万もらえると分かったと、だったらそのもらえる1年間でどんなサービスを開発してどんなところに設備投資をするのかっていうのをしっかりと見極めて、システム開発だったらしっかりしたシステムも設計しないといけないので、そういうところもしっかりちゃんと支援をし、で出来上がったサービスそこから売るところが本当のスタートですんで、しっかりと売って収益を上げると。ですから補助金って、私国が見込みある頑張る中小企業の社長さんに出資するようなもんだと思うんですよね。ですから国から1000万補助金という名目で出資してもらったら3年ぐらいかけて同じ1000万の利益を出す、そうすると法人税で 40%、 400万円出資者である国に法人税で返して、消費税で 10%、 100万円返して、それだけで500万返済なんですよ。で2000万さらに翌年利益出したら今度2000万の半分、1000万バックみたいな、それでもらった金額以上にバックってことになると思うんですよね。ですから、まあ、本当お金に困ってる時は国から補助金という形でバンバン出資金みたいな形でお金をもらって、でもらったら責任を持ってその2倍3倍の利益を出すと、そうすれば法人税でどんどん国にそのお金を返すっていう、でまた新しいことをやりたくなったらまたもらって、でまたすぐできるだけ 2,3 倍の利益を出す、そうやってぐる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 回転させることで何が残るかというと、手元に高収益な儲かるサービスを持った自分の会社というものが、強い会社が残るわけで、そしてお金が回転することで GDP が上がるわけですよね。ですから本当やる気のある、でもちょっとだけお金が不安だなっていう人はバンバンもう補助金の事業計画書を書いて国から1000万2000万もらうと、そしてできる限りスピーディーにもう自分で責任持って利益を出すっていう、ここをね、まあ、やっていただければいいですし、こういう不況の時代こそ国の制度そしてライトアップっていう会社を使い倒してもらえればなって、そんな風に思います。伴走してくれる人がいるっていうのはすごく心強いと思います。 ありがとうございます、本当単なる補助金申請会社とかそういうことじゃなく、新規事業のもうゆるかごから墓場までといいますか新規事業をお金もらって作って、そして売って収益を確保して国に返済するところまで、そこまで一気通貫で、でもう9割型成果報酬で伴走する、本当全国の中小企業のなんかこう頼れるパートナーみたいな、なんかそんな会社になれればいいなっていうふうに思ってます。はい。もうね、どんどん新しいことを手掛けているこのライトアップのこのサービス、必要とされている方たくさんいるんじゃないかなと思いますけれども、どのようにアクセスすればいいですか、気になった方は。そうですね、まずはライトアップ補助金って検索してみてくださいそうすればいろんな情報が、そうです、はい、弊社のサービスサイトだったりコーポレートサイト、あとはインタビューの記事だったりとか、そういったものがいっぱい出てきますんで、それを見ていただいて、多分ですね日本で一番ですね安い価格帯で一番合格してる会社が多いっていう、そういうサービスになってますんで、あとは他の会社さんが断ったような案件、これはですね規模が小さかったり、まだ新規事業があんまり固まってなかったりみたいな、あやふやだったりっていう、それで
結構ですね、大手でこうなんていうんでしょう、まあ申請支援をされてる会社さんなんか断っちゃうんですけど、うちは一切断らないので、あの本当にこう自信のない経営者さんほどライトアップ補助金って検索してアクセスしていただきたいなっていうふうに思います。あのウェビナーなんかも随時やってますんで、はい、それなんかもあの見ていただけると嬉しいです、はい、ウェビナーもあの白石さん自らがこう手取り足取りいろいろアドバイスしてくださるんですよね。いやこれやってないんですよ。あそうなんですか。うちの役員とかが、はい、やってます。そうなんですね、はいはい、ただ分かりました。私はですね、申し込んだ後の経営者さんが事業計画書よく分かんないっていう、そんな方から質問もらって、毎週ですね1時間壁打ちウェビナーっていうので、はい、生放送で、あこれはねこうしたらいいんじゃないかなっていう、創業上場社長がライブで壁打ち事業計画書セミナーやってるみたいな、はい、そんなのを裏側で、はい、申し込まれた方限定でやってるので。あなるほど、はい、そうなんでそっちの方ですね、ぜひ、はい、あの YouTube なんかでも配信してるので、はい、見ていただけるといいかもしれないです、はい、白石さんの人となりもねそこで分かるかもしれないですね。そうですね、こんな感じでざっくばらんに回答してます。はい、最後にですね、白石さんの今後の夢とか展望がありましたらぜひ教えていただけますか。はい、なんでこう全国すべての中小企業を黒字にする、これすべてってもちろん絶対無理なんですよ。すべてって言ってもやっぱり漏れてしまうので、でもすべてって思わないと1万社2万社っていう万単位で毎年支援できないと思うんですよね、うん、ですから本当にですねやっぱり IT をうまく使えば、うちもそうなんですけど、ものすごい業務効率が上がったりするんですよ。これ本当そんな時やっぱり社員も楽になった、このツール本当にこの仕組み最高ですなんて私なんかもたまに言われるんですけど、やっぱりまあ社員が喜ぶ、そして売上も利益も上がる、そして結果的に会社に利益が残って、あの創業社長経営者が報われるっていう、ですからねこう IT 化って本当にやっぱりもう経営者の夢を叶える一番のツールだと思うので、それをですねできるだけ分かりやすい言葉で毎年最低でも1万社に手取り足取りお伝えして、で世の中本当に日本全国全ての会社がですね世界で一番 IT 化してる会社だみたいになるような、なんかそんなようなことをあと5年以内ぐらいに本当にやりたいなっていうふうに思ってます。なのでライトアップのこうなんて言うんでしょう、サービスを別に決して使ったり買わなくても全然いいです。ただライトアップのサービスを例えばパートナーになって一緒に広めてくれるみたいな、そんな人なんかがなんか1000社2000社1万社とまた集まってくると実現できるのかななんていう、なんで皆さんと一緒にですね本当に IT 化を広めて、日本ってまた世界でも最先端の IT の国だっていうふうに思ってもらえるように5年後ぐらいに本当に本気でしてみたいなって思ってます。はい、5年後ぜひ叶っていることを期待しております。はい、そろそろお時間になってしまいました。リーダーズボイス、今週のゲストは株式会社ライトアップ代表取締役社長の白石隆さんでした。どうもありがとうございました。 ありがとうございました。今日のラジオリーダーズいかがでしたでしょうか。番組へのメッセージは rl@musicbird.co.jp rl@musicbird.co.jp こちらまでお寄せください。ミュージックバードプレゼントステーションラジオリーダーズでは、全国のコミュニティ FM 局とも連携を図り、地方創生地域活性化のほか、健康増進医療費削減に貢献する企業を応援していきます。来週はどんなリーダーが登場するのでしょうか。どうぞお楽しみに。この時間のお相手は小林作家でした。